尾野義古は、平安時代前期から中期にかけての苦行、家人。三義、尾野高村の孫で、太宰第二、尾野久ずげの次男。弟に三席の一人、尾野東風がいる。異名は、の第二。官位は、十三味、三義。佐野貴賢上、東宮賢昇進を経て、縁技二十二年十五位した、右京介に助任される。後、 第五朝後期に、大倉昭遊、中宮の大臣を務める。鈴咲朝に入ると、延長八年へ門健介、け、上平八年右この絵少将と部官を歴任し、上平二年十五以上、天行二年生五位下、天行四年十四位下と昇進する。この間、天行二年に発生した、藤原住友の乱を鎮圧するために、天行三年追部。 山陽南海領土協属市長官として、九州へ下校。追武士方官藤原慶光、左官、大倉春美らと共に、太財府を襲撃した藤原住友軍を、博多津にて撃退している。天行五年分間の左中弁に線路が、天行八年太財第二として、地方官に転じた。村上朝諸島の天略元年三義に任ぜられ、 九行二列すが、引き続き打宰第二を検体し、天略三年末まで、これを務めた。その後は、犠牲官として、イ予ゴンモリ、サヌキゴンモリ、ビチュウゴンモリなどの地方官を検体し、天徳二年生四位下に、少女されている。天徳四年七十七歳にして、打宰第二に再任され、王は二年十三位に至る。冷泉朝初頭の後方四年七月七日に知死する。 翌広報5年2月14日公挙。去年85。最終官位は、実産十三味打財大に。直戦家人位として、五線和歌集、周囲和歌集に和歌作品がいる首。また、太宰府にて、曲水の縁を始めたとも伝えられる。苦行部人による。ありがとうございます。